はい、今回はですね、というか今回もですね、千葉に来てるんですけど、今回のね、目的地は、千葉くんで言うとこの顔面の耳のとこの犬吠埼をね、目指したいと思います。でね、今日ね、選定した機体はね、ジェイミスレネゲードで来てます。要するに息子の自転車ですね。まあ息子のと言ってもね、お金は出してるのは僕なんですけどね。でね、なんでね、これを乗ってきたかというと、うちの長男ね、レイが、この前、高校生になりまして、入学式を迎えて、まあその入学祝いということで、前々からね、ブレーキ、このジェイミスレネゲードの S4 はね、純正でついてるブレーキがワイヤーディスクなんですけど、以前からね、バイクパッキングするとね、やっぱ重量かさんじゃうと、ブレーキが全然効かないと、いうクレームを受けてましてね。で、今回入学祝いということでね、ブレーキを交換しました。で、交換したブレーキが、これです。グロータックのね、イコールというね、ワイヤーディスクのね、キャリパーなんですけど、これがね、やばいっすね。超絶効くんですよ。で、カラーが、まあこれ青じゃないですか。青なんですけど、ここ見てもらうとわかるんですけど、グレーなんですよ。本来だったら一色なんですけど、で、後ろを見てもらうと、ここ、キャリパーの本体がグレーで、この部分がブルー。要するに、単品で一個ずつ違うカラーのを購入しまして、二個一にした状態ですね。まあ、例がね、このカラーがいいということで、この二色のカラーを選択しました。でね、今回はそのテストライドを兼ねてね、僕がこの自転車を選んで、犬吠埼を目指していきたいと思います。じゃあね、とりあえずルートなんですけど、ルート全く決めてなくて、まあおおよそざっくりな感じでね、今座標だけ入れて向かってるんですけど、直線距離で結んでいつものようにね。お、埴輪だ。なんかね、この通りね、埴輪通り、なんかそんなようなことが書いてあるんですよね。ハニワちゃんだね。このハニワを見るとね、僕ね、ちっちゃい頃見てた、大井ハニマルをね、思い出すんですけど、わかる人いるかな ?NHK でやってた教育番組のね、番組なんですけど、ハニマルと、ヒンベイだったかな、馬が。よし、じゃあ行こうか。で、ざっくりな道のり、どうしようかな。一回九十九里の海岸まで出てから北上しようか。あえて一本裏の道を通って北上するか、で帰り道に九十九里を通って帰るかって今ちょっと考えてるんですけど、海をね左に見た方が近いからいいんですけどね、そうすると帰りなんですよ、九十九里を通るのが。一本中入っていくかな、迷ったら海出ればいいでしょう。海沿い走ってれば確実に犬吠埼には行けるんで。よし、じゃあちょっと北側を行けばいいんだから、北はまあ向こうの左の方ですね。まあ当たり前ですけど、まっすぐがね海岸なんで、それを北上するんで。よし、じゃあ北を目指してね行きますか。さあさあ、いや久々にねこの息子のレネゲード乗ったんですけど、もう比較がね、僕の E バイク、レスビーの JG1 との比較になっちゃうんですけど、同じグラベルバイクとしてね、軽いよ、すごい軽い、軽快。まあ向こうは E バイクだから仕方ないんですけどね、やっぱり平坦とね、下りはね、普通の自転車の方がね、圧倒的に軽快感は高いね。すごいもう身軽だよ。いやー気持ちいいね、緑がどんどん色濃くなってくよ。これからね、5月に向けてどん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 緑が濃くなっていく時期ですね。地球のね、生命を感じるよ。地球が目覚めたって感じだね。というか今日のね、まあメインどこはね、このブレーキなんですけど、全然違うね。まあこの自転車で久々に乗ったんで、そのワイヤーディスクの時の効きがね、どれだけだったかってことはそんなにね、言っても覚えてないですけど、今かける感じね、もうほんとピタッと止まる。もう油圧と遜色ないね。僕の JG1 の方についている油圧は GRX のね、油圧のブレーキなんですけど、全然遜色ないと思う。で、油圧じゃなくてワイヤーで引いてるんで、
メンテナンス性がねすごいいいんですよ。油圧の場合ね、何年かとか半年とか1年とかでオイル交換ねしなきゃいけないんですけど、まあ自分でできればまだいいんですけど、ショップに頼むとねそこそこな金額作業料かかるんでね、すごいねメンテナンス性を考えたらねランニングコストはねいいと思う、このワイヤーの方が。でワイヤーでこんだけ効いてくれるんで全然ありだね。ちょっとねやっぱりワイヤー特有のね引きのギコギコ感っていうのかな、それはあるけど、それは別にね制動力には全く関係ない話なんで、これで こんだけ効いてくれるんだったら全然ありだね。油圧だからオイル漏れとかの心配もないしね、どっかでオイルライン引っ掛けてねオイルホース切れてオイルが漏っちゃったってブレーキ効かなくなっちゃうけど、こっちだとその心配もないしね、いいね。高いけどね、高いけど、まあ先々見るとメンテナンス性まで含めるとランニングコストはいいかなと。デザインもこれいいですよね、なんかお団子がちょこんとついてる感じで、で素材も超ジュラルミンを使って削り出しでね作ってるんでかっこいいですよ、すごいスタイリッシュで。で確かね重量の方もね、シマノのロードバイクの油圧の最上級グレードデュラエースとねほぼ遜色ないぐらいの重量らしいんでね。で現にもともとこれついてたの確かテクトロのキャリパーだったかな、それよりもね重量全然軽かったですね、持った感じ明らかに軽さが軽いの分かったんで。ここはなんだ、なんか変なところに出てきちゃった。お、川沿いか、川なんかあんのか。まあ北コンパスっていうか直線距離で結ぶとまあ向こう側だな、北はどっちだ、向こうだ、左だね、左へ行こう、よいしょ。あ、カモが飛んでる。あーにしても気持ちいいな、サイクリングロード、サイクリングロードじゃないけど、こう河川敷は走りやすいんでね気持ちいいですね。おお、グラベール。いやーでもいいなこのレネゲード、いいよレネゲード、楽しいね乗ってて。U ターン、なんか気持ちよくね河川敷走ってたら全然違う方向へ行っちゃったんで、修正、ルートの修正、川を取って向こうの方行かなきゃダメだな。なんかちょっとした通りに出ちゃってるね、脇道入りたいんだけどな、どっかあるかな。あ、なんか日が立ってる、殉職者。これこっち曲がってみよっか。いやどうなのこれ、行くかな。お、カエルが。いや完全迷ってますね、途中で道がないとか結構あるんですけど、こっち行ってみよっか。でも方向的には向こうなんだよね、あれ道ある、行き止まり、左右に分かれてんのか。このまっすぐの道、このダート行けんのかな、行き止まりかな。いやー畑入っていっちゃうねこれは。ダメだ、どうしよっかな、右と左、こっち行って右行ってみよっか。これはなんて、ソサシティ、知ってる、ソサシって初めて聞いたわ。よいしょ、あ、ここも川沿いグラベルになってるけど、
どっか抜けれんかな。でも向こう行くと九十九里多分出ちゃうんだよな。このままこの通り走るかな。あんまりね、めぼしい裏道がないんだよね。どうすっかな。ソサシ初めて聞いたわ。読めないしね、あれ。ローマ字が下に振ってなきゃ。やっぱこっち来ちゃいましたね。こっからね、途中で左に入ってまた脇道行ける道がありそうなんで、あ、これやっぱこっちのね、川沿い入ってきちゃいましたね。どっかに左それれば、あ、こっちそれてみよっか。今日はね、あの走りに全振りしようと思ってね、なるべく軽量化軽量化って考えてたんで、今日何もね、あの飯グッズというか、あの調理グッズを持ってきてないんですよ。バーナーとかアルストとか、もう完全に身軽な格好で来ようと思って。だからもし飯食うんならコンビニでおにぎりとかパンとかその辺になっちゃうかな。お湯を沸かすってことができないんで、カップ麺も食えません。いや、春っぽいね。この景色がすごい春っぽいね。ここに桜がね咲いてたらなおさらいいんですけど、まあ菜の花だけでもだいぶ春っぽいよね。いやー、のどかだな。これでもこれだよ、ほんと自転車はこれがいいんだよ。もう何度も言うようだけどさ、この速度感でさ、裏道入っていろんなとこ見ながらできるのも自転車しかないからね。車とかバイクじゃこのスピード感で走れないからね。しかも道幅も限られちゃうし、チャリだったらさ、あのすぐ行き止まりになったって U ターンできるしね。どこへでも突っ込んでいけるから。お、これ二股に分かれてるけど、どっち行く？雰囲気的にはね、やっぱこっちなんだよね。こっちはちょっと住宅街じゃないけど民家っぽい方に入っていくんだ。左行くか。ちょっと方向はずれちゃうけど、まあどっかで合流するでしょう。この行き当たりばったり、完全な気楽な旅で。だからね、僕のこの自転車の走行の仕方はね、他の人と走ることができないんですよ。こういう感じなんでね、唯一付き合えんのが息子たちだけっていう。あのさっきみたいなね、田舎道走ってる時のね、注意点、僕からのアドバイスね、ちゃんとね、よく道を見てもらわないとね、あの平気でね、道だと思ってたら人ん家に突入っていうのはね、多々あるんだよ。今もね、危うく入りそうになったよ、人ん家の敷地の中に。危ねえ危ねえ。結構境がね、曖昧だったりするんだよね、こういう田舎のとこだと。普通のアスファルトを走っててもいきなりね、こんな道になっちゃったりするんで、ちょっと油断できないですよね。海岸脇の道に出てきましたけど、ここ海かな。ちょっと見てみよっか。まあ間違いなく波の音はしてるんでね、海なんでしょうけど。おー、海だね。あっちの方に見えてるのが犬吠埼になるのかな。まあ、位置的に多分そうだよね。風車がすごいんだね。風車が超ある。おっと、ここ海岸線沿いチャリ走れるんですね。いいね、走ろう。ちょっとコンビニに寄りたかったけど、まあ、寄れないけど、これじゃいいね、気持ちいいね。いやー、気持ちいいね、この道ね。また畑とはね、畑じゃない、田んぼとはね、違ったシチュエーションなんでね。やっぱ横須賀市とか三浦市も海岸ありますけどね、やっぱその海岸その海岸でね、見える風景違うんでね。同じ海とはいえ、
いや海岸の道特有の砂だまりがあるよ。これ走れんのか。あでも端っこの方は結構踏み固められてんね。これよくあれだね、後ろに羽が生えた写真を撮るとこだね。チャリ入れとこっか。よいしょ。よし、ここは全部壁になんか雲、青空書いてある。コンビニがないね、やっぱりね。どっかないかな。あそこにセブンイレブンがあるやないか。着いた着いた、セブンイレブン。とりあえずパン買ったんだけど、この自転車にねついてるこのブラックバーンのフレームバッグ S サイズなんでね、入らないね。今拡張はしたんだけどダメだね、入らない。さあコースに復帰。まあどっかに止めてすぐ食べちゃおっか。手で持ってんのも嫌だしね。あなんか初めてちゃんと坂らしい坂が出てきたね。35キロぐらい走ってようやく坂らしい坂が出てきた。さあ犬吠埼がある銚子市に入りましたね。あともうちょいかな。もうちょっと。やば、気持ちいいね。この直線。やばい、マジで犬吠埼周辺数キロになったらもうアップダウンばっかで、まあでもそのおかげでいい景色だね。はあ、はあ、真正面今度海の方に向かって下っていくのかな。いやーマジでアップダウンひどいね。疲れたわ。はあ、よし、このままダウンヒルなことを願って行きましょうか。あれ、いや気持ちいいね。ここ正面海に向かっていくの。さあ着いたよ、犬吠埼灯台に着いたよ。あれか、灯台は結局昼飯もここまで持ってきちゃったね。着いた着いた。ここは日本一朝日が出るのが早い犬吠埼。ふう、点灯150周年。あんまりね長居できないんだよな。もう3時回っちゃったんでね、予想以前にちょっと時間かかっちゃったね。さてね、犬吠埼ついて、まあちょっとその辺プラプラして一周見て、満足したんでね、これからね帰りたいと思います。すでにね時間がね3時回っちゃったんで、
ちょっとね急いで帰らないとねまた真っ暗になっちゃうんでね、ちょっと急いで戻りたいと思います。こういう海岸線のね遊歩道みたいのは三浦海岸にはねほぼないんでね、ちょっと新鮮ですよね。ほとんどね人もいないんでね、すげえ走りやすい。湘南の方にもねこういう道あるんですけど、湘南はもうダメね、人ばっかで、平日でもね人がくっそ多いんで、こんな快適にね走れないですね。なんですけど一個ね余らせたんで、今ここでね最後の一個ちょっと食べちゃおっか。見つかってね2つしか食べてないんですよ。よいしょ、ここでちょっと食べよう。よいしょ、トンビだけはね気をつけないと。でもまあ一匹もトビはいないな。じゃあねパンを食べ終わったんでね、また出発したいと思うんですけど、あとね車まで二十数キロまであるんですけどね。でまあ今日のね一応メインのこのグロータックイコールのね、ワイヤーディスクブレーキキャリパーのねまあファーストインプレッション的なことをね、テストライドでねやってみたんですけど、本当油圧と遜色ないね制動力を発揮してくれるんで、十分なねスペックだと思います。まあお値段はね決して安くないんですけど、ブレーキはね、まあ、前も言った通り命に直結するパーツの一つなんでね、妥協はねあまりしたくないかなと思います。でしかもね息子が乗る自転車なんでね。でねこのイコールなんですけど、一つねなんかちょっと弱点というか問題的なものが一つ注意点がありまして、ここ例えばこのリアのブレーキなんですけど、ここ見てもらうと分かるんですけど、例えばこれでリアのブレーキをこう握って動くわけじゃないですか、こういう風に。この時に、前例があったらしくて、グラベルを走ってる時にね、ここにね小石がね挟まると、ほらブレーキがね効かなくなるというね現象が起こるらしいです。まあ起こるらしいというか、これは起こるよね。ここに確実に小石が挟まったらここ動かなくなっちゃうんで、でここがねちょっと対策のポイントかなと。メーカーさんはね一応滅多に起きることではないんで大丈夫だと言ってるらしいんですけど、いや自己防衛するんだったらここになんかアクリルのねプラスチック板をつけるとか、なんかここにねカバー的なものを、例えばビニールテープも貼っちゃうとか、まあデザイン面で見ちゃうとねちょっとダサくなっちゃうんですけど、そうするとねここに石が入らなくなるんで良いかと思います。この道ね、まあ、さっきも言った通り人通りがないし、道もすげえフラットでずっと平坦ですげえ走りやすいんですけど、やっぱだれてきちゃうね、景色がずっと変わんないんで飽きてきちゃう。しかもね風がそこそこ吹いてるんですよ。霞市の状態と同じだね、霞ヶ浦を走ってる時の感じ。走りやすくてもねやっぱ景色が変わらないとちょっとだれちゃうね。体力的な面よりもメンタル的なものが先にやられちゃう感じかな、だれちゃって。風がなかったらもうちょい気持ちよく走れるんですけど、結構風をやっぱ海岸線なんでね強めなんですよ。ゴールも近いんでね、このぐらいで今日はね終わりたいと思うんですけど、このジェイミスのレネゲード、一応息子のね用に買って、もうすぐでね5月でね1年、5月だったかな、そうだな、5月で1年経つんですけど、まさかのねもうすでにねフレームアウトしそうな勢いなんですよ。フレームアウトとかサイズアウトしそうな勢いなんですよね。今息子の身長はこの間聞いたら173で、今ほぼね限界の領域なんですよね、フレームがサイズが。だこれ以上伸びるとまたね自転車の、乗り換えをしなきゃいけないんで、だからこのフレーム、このジェームスのレネゲードのこのフレームが余ったら、僕が乗ろうかと思ってるんですけど、このフレームね僕にはぴったりなんで、
で息子のねフレーム、このね、今ついてるコンポ類をね全部そっくりそのまま乗せ替えでねフレームを探してます。まあまだね子供の身長伸びるかもしれないんで、だいたい175前後ぐらいに適用するフレーム、黒森のグラベルフレームを探してます。もしね誰かこう余ってる人がいたらね、まあ値段なんか交渉になっちゃうんですけど譲っていただけたらなと、連絡お待ちしてます。じゃあ今日はねこのぐらいで終わりにしましょう。じゃあバイ。